はい、おはようございます。今日はね、こちら雨なんでハウスの中の作業をやっていきたいと思います。マスク焼けと髪の毛がもうチリチリになっちゃったんですけれども、ご了承ください。では行ってみましょう。はい、おはようございます。今日はね、防草シートの貼り付け、時間があれば棚の組み立てやっていきたいと思っております。どう、僕もちょっと初めてなんでわからないんですけれども、一応説明は聞いたんでね、それ通りやっていきますんで。育苗ハウス、育苗もね、もうそろそろ始まっちゃうんで生やしないといけないん で柿の適材もあるんですけれども、できる限りやっていきたいと思います。ニキビできてます。では行きましょう。はい、まずこちらの動画を見ていただいてやっていくんで、これか、開けていこうか。これは釘ですね。ちょっと重いから、おう、仮止めしといたらどう。あ、そうそう、仮止めちょいちょいしとかな感じ。あんまり、あんまりか。とりあえず伸ばしてか、20センチ、外に20センチ。えい。いやー。うっとっと。こんなんでええんかな。どこに置いた？しっかり線に合わせてください。ここでしょ？そうです。幅は？ん？はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はね、いちごの防草シート貼らせていただきました。今日は弟の彼女さんも来ていただいて、4人、5人で仕事を進むことができて、昼からやったんですけども、まあ、朝もちょっとやったかな。昼からメインで、5時頃には終わらせていただきました。僕もね、ほんま何していいかわからないんですけど、見よう見まねでやらせていただいて、まあ、綺麗にできたと思います。明日も雨なんでね、次は棚を組んでいきたいと思います。まあ、新規収納でね、どうやったらいいかわからないとか、あると思うんで、ぜひ参考になれればと思います。では帰りましょうか。お疲れ様でした。ポンプを、道具か、は、入れて、そうね。全部つけないからね。はい。ポンプだけ水中でもう、全然、発電機あるんで、あれで回して、右やろうかな。反対側。
アーチにちょうど当てるような。こうです。これで、まあ、これのセンターを見るっていう、コスト。約、7.6。これが、センターと、はい。で、これを基準に、まず柱の、まあ、単純に、こっから50ですね。これが、真ん中に柱を、あの、電池を作った時の位置になってきます。で、135なんで 17.5 ほど出た、ここまでが、まあ、電池になってくるんですね。の、大体です。で、ここで合わせてもらってもよろしいですか。この印と、これと、1m10 今あるので、37.5、大体35を引いたら、75cm の通路になります。ここに 17.5、17.5 だから、ここがまあ75ぐらいの3列になった時の通路になります。ああ、で、ここは 77.5 ぐらい、75としてこの辺り、まあ、十分机の、あの、なんていうか、学習デスクの幅ぐらいのイメージなんですけど、これが3列入れる将来像、限界が。で、なので、これでまあ、この、柱の位置が決まったので、まずここと、ここ、で、こっちまだ測ってないので、何の線みたいなのいらない。柱打ったらもう、まあ、柱打った時に、もうあの、今だけですか？柱のための基準なので、最終ちょっと、ハの字になった方が強いので、センターで打って、内に印、この、要は、パイプがこう、最初こう打って、最後仕上がりでこっち側のフラーを合わせるか、真ん中で打って、こう倒すというイメージで、打っていってもらったら。これ、内側ですか、外側ですか？もう統一してもらったら、ああまずそれを、とりあえず4本打ちまして、で、僕、まあ、この時、これが一番基準になるので、これでレベルを当ててもらって、こういう形の、この時の、あ、ちょっと見てもらうんだったら、こっちから見てもらうのがいいと思います。これもですか？それももちろん関係してくるので、うん、こっちと、こっちと見てもらいながら、この足元調整して、うん、そっちから作業されるんやったらこっち側に立てて印を見ながら合わせるっていう形で、あの、使ってたらどうしても金属のゴミがここについてくるんで、あ、それずれてくる、でそれで浮いてたら味方変わってくるんで気付けてもらう。1本だけ打ってくれますか？あ、わかりました。はい、今端からいきなりこう行ってもいいんですが、ここ結構、印ね、あの、防草シートでずれる場合、ずれるというかね、
いきなりガンって言ったら繊維引っ張ってでシュッてちょっとなるので、ちょっと切ってもらった方が仕上がり綺麗かな。ある程度でもう角度を合わせてもらって、最後あのこの糸がもう当たる当たらんというか乗るか乗らんかのスレスレを狙ってほしいの で、うん、でちょっとの調整やったらここで軽く叩いてもらっても潰れませんので、うん、で同じようにこっちも打ってもらうと、縦にするときは下にメジャーを引っ張って上に糸引っ張って、ほんなら上の糸は傾いたラインで行ってるんですけど、下のメジャーはこの最初の打った穴で行くんで、あもうそこから斜めに勝手になっていくから、あだから今度横に柱打っていくときはこの振りはあんま気にしなくていけるんです。上の下のメジャーと糸に合わせて、うん、当たる当たらんギリギリで、だからこの角度だけ見てっていう、